ケイティ・スカーレット・オハラは、マーガレット・ミッチェルの長編小説、風と共に去りぬに登場する架空の人物。アメリカンフィルム・インスティチュートが企画した、AFI アメリカ映画100年シリーズの一環、アメリカ映画の名セリフベスト100では、彼女のセリフ、After All, Tomorrow Is Another Day と、As God Is My Witness, I'll Never Be Hungry Again が、それぞれ31位と59位に、 ランク入りしている。1845年、ジョージア州クレートン軍のジョーンズボロ近くのタラで、アイルランド系移民のジェラルド・オハラとフランス系の亡命貴族の娘、エレン・ノビアールとの間に生まれる。妹に、スーザン・エリナーとキャロライン・アイリーンがいるほか、3人の養成した弟がいた。若い頃から、クレートン群切手の魅力ある娘として、 多くの男性を虜にしていたが、性格は父親に似て頑固で強情であり、彼女が思いを寄せるのは、近隣農園のトウエルブオークスの寄公子、アシュレウィルクスだけだった。しかし、彼が、十枚のメラニー・ハミルトンと結婚するとスカーレットは、時期で、メラニーの兄のチャールズ・ハミルトンと結婚する。しかし南北戦争の勃発で、アシュレやチャールズは、 多くの近隣の青年と共に、南軍兵士として出生、ほどなく、チャールズは伝染病にかかり死亡してしまう。翌1862年にスカーレットは、チャールズの忘れがたみを出産、ウェードハンプトンと名付けられるが子育てに熱中できない。気分転換で、同じジョージア州のサバンナやサウスカロライナ州のチャールストンに行くもすぐに戻ってしまい。 義マのメラニーのいるアトランタへ出向くことになる。アトランタのバザーでスカーレットは、アシュレとメラニーの婚約発表の時に会った、レッドバトラーと再会し、喪服のままダンスに参加し世間の批判を浴びる。南北戦争は開戦当初は、南国優勢だったものの封鎖により、ヨーロッパからの物資が滞り逼迫してくる。スカーレットに恋焦がれた近隣の青年たちも多くが、 ゲティスバーグの戦いなどで戦死し、1864年には、ついに、シャーマン将軍の率いる北軍が、ジョージワ州に侵攻し、アトランタも、砲弾を受けるようになる。スカーレットはレッドに援助を要請して燃えるアトランタを、脱出する。レッドが途中で南軍に志願すると言って別れた後、スカーレットは出産直後のメラニーとアシュレの子を守り、タラへ帰還するが、 そんな彼女に待っていたのは、母の死とそれが元で廃人と化した父、数人の黒人奴隷と廃墟のタラだけだった。スカーレットはどんな困難にあおうとも、家族を守り抜くと誓う。スカーレットは自らの作業を行う者の,の海への、新軍による、シャーマン軍の再度の来襲で免下を保護にされてしまう。そして、南北戦争が、 南部の敗戦となり、アシュレが帰還するとスカーレットは、アシュレとメキシコに行こうと誘うもアシュレに断られる。その直後に、かつての農場監督のジョニャス・ウィルカーソンがタラを買い取ろうとすることを知るとスカーレットは、アトランタに出て、北軍の監獄にいるレッドバトラーから金を引き出そうと、スルムを失敗し、帰りに会った妹スウェレンの言い名付けのフランク・ケネディと二度目の結婚をし、 タラを守ることに成功する。スカーレットは、フランクとの間に、エラ・ロレーナという娘を授かるが、子育てより、夫の事業を引き継ぎ拡大させ、アシュレも手伝わせるようになる。ある日、シャンティタウンで暴漢に襲われ、その結果、周囲の男性を、クークラックス・クランダンに参加、仇打ちをさせることとなり、アシュレを負傷、フランクを死亡させてしまう。フランクが死んだ後、 スカーレットは、レッドバトラーに求婚され、周囲の人々の反対を押し切って結婚し、スカーレットもレッド同様、裏切り者、ならず者の仲間にされてしまい、アシュレとメラニー以外の人間から阻害されてしまう。スカーレットは、レッドとの間に、ボニーを生むが、アシュレのことを忘れることができない。ある日、アシュレと昔話をして、歓喜あまり抱き合っているところを、 アシュレの妹のインディアに見られ街中の噂となり、レッドとも喧嘩になり別居する。しかしこの時、スカーレットは二人目の子供を妊娠するが別居から、戻ったレッドと再度喧嘩になり、レッドに襲いかかろうとして誤って階段から落ち、流産してしまう。そして、ボニーも落馬死し,し、レッドとの夫婦関係が致命的になる。 流山獅子の床にいるメラニーを見て怯えるアシュレを見て、スカーレットはようやく、アシュレの死母から覚め、自分を本当に愛し守ってくれたのはレッドだったと、気づくが、邸宅に戻るとレッドが出て行こうとしていた。レッドはスカーレットに、もう自分への愛はなく、スカーレットが嫌う同情や憐憫しかない、と言い残し出て行った。スカーレットは、 絶望に打ちひしがれるがたらを思い出し、やり直す決意をする。afis100 グレーテストムービークオーツオブオールタイム afi.com 2014年7月15日閲覧。ありがとうございます。